今日は経済の話をしましょう中国人民銀行は最近7月15日から金融機関の預金準備率を0.5%引き下げ8.9%にまで下げると発表したつまり銀行に100元の預金があれば準備金として9.4元を中央銀行に預けなければならなかったのが今では8.9元を支払えばよい つまり銀行から借りるお金が増えた同じ100元の預金でも当初は90.6元を貸し出すことができたが現在は91.1元と0.5元も増えているこの0.5元をバカにしてはいけない中国大陸の銀行は1兆元の資本が余分に流通することになるからだ銀行の預金準備率の調整は経済を調整するための三大金融ツールの一つだ 準備率を下げるとは金融緩和であり資金の供給を増やし目的が経済成長を促すこれは当局が経済が下り坂に入りうまくいっていないと感じていることを示しているねだから刺激を与える必要がある経済成長とインフレは政府がバランスを取る必要のある2つの主要な問題だ経済成長は経済データだけでなく消費や失業といった問題もバランスを取る必要がある だからアメリカでは雇用統計が悪くても例えば生活保護を受ける人が増えると株式市場が逆に上がるなぜなら人々は米連邦準備制度理事会が経済を刺激し金利を引き下げると考えているからだ金利が下がればお金が増えお金が増えれば株式市場が上昇することを意味する中国でも同じような状況だ そのため中国の中央銀行が金利を下げた後中国の株式市場や香港の株式市場は上昇したしかし経済の原則とは別に中国は今深刻な失業という同じ問題を抱えている失業率5%という公式の数字が正確でないことは周知の通りだ公式には上秦住民の失業者の登録に条件が2つある第1は上秦の住民で第2は登録されていること 登録されていないいなななののは統計の対象にならないそのため専門家が中国の失業率を推定する際通常は3倍にしなければならないつまり実際の失業率は約15%と推定される李克強氏は最近中国では2億人以上の柔軟な雇用者がいると述べた柔軟な雇用とは失業金を受け取れない農村労働者のことで言葉通り日雇い労働者のことだ 公表されている5%という数字に2億人の柔軟な雇用者を加えるともちろん15%をはるかに超えるこれは中国の経済問題の一面を浮き彫りにしたもので今回の預金準備率の引き下げは当然ながらこの一面のために実施された措置だ実は中国の経済を図るには負債などのデータもある普通の人は借りたお金で生活するのと同じ企業や政府もお金を借りることができるが お金を借りても儲からなないとああたの負債に反映されるるよよね関係があるよね中国の総負債額は昨年対 GDP 比で300%まで上昇し今年の第1四半期も引き続き上昇しているまた中国の準外貨準備高外貨準備高から対外債務を差し引いたものは第1四半期に4000億米ドル減少したこれらはすべて負債の悪化を反映している 今世界が直面している最大の経済問題はインフレと物価の高騰だ通常中央銀行はこの時期金利を上げて物価をコントロールしなければならないが中国のやり方は全く逆だよねもちろん中国政府が金利を下げるという逆のやり方をとっているのは景気悪化の危険性がさらに大きくなることを恐れているからだつまり中国本土で起きているのはスタグフレーション つまり一方では物価が上昇し他方では景気が悪化しているスタグフレーションは経済にとって最悪のケースで国民の生活に最も大きな影響を与え物価が上がっているのに賃金が減り当然生活水準が大きく低下する賃金は本当に下がるのかと疑問に思う人もいるだろう少なくとも多くの地方公務員が率先して言及しなければならない 河南省厚生省広東省の公務員とキャリア教員は最近ボーナスの回収と業績賞の取り消しを通知された一部のケースでは第1四半期に1人当たり最大2万元が回収され今後はこのようなボーナスはなくなることが発表された中共創立100周年を迎えた直後厚生省南昌市の水資源局が7月7日厳格な規定としてこのルールは上からの指示に違いない 2021年6月7日以降に支払われた政府関係の賞は10日以内に無条件で返金されなければならないとし厚生省特攻市では7月7日すべての教師がオリジナルの品質証を学校の銀行カードに返却するよう求められた特攻市の業績賞与は1四半期で2万元4四半期で8万元年末賞与となっているという これらの賞は教師が実際に受け取る給与総額よりも高い実際中国のウェブサイトでは上海厚生省河南省山東省重慶市湖北省広東省などの省市で公務員のボーナスが停止されたり全額返還を命じられたりしていることが話題になっている過去40年間中国で最も財政状況が良かった広東省の長州市は7月3日 公務員への住宅補助金と業績給の支払いを停止する通知を出したせ備士などもこれに従ったまた近年深圳の国有企業や機関を中心として職員の収入を統計しているという情報もある中国で一人当たりの GDP が最も高い上海でも第一四半期以降は各種ボーナスの支給を停止している中国の公務員の給与は基本給業績賞与各種手当の3つで構成されている 業績賞与と手当の割合は賃金収入の60%から70%以上を占めるのが普通だ業績賞与や手当がなくなるとこれらの人たちの給料は半分以下になってしまうということだこれは決して小さなことではない今回はそれほど大幅な減給にはならないとは思う手当が継続されるところや将来的にボーナスが増えるところもあるかもしれないが減給によって生活が苦しくなることは避けられないだろう 中国の普通公務員や小中学校の教師の月給は約2000元から4000元で収入の大部分は各種補助金や業績賞与から出ているこの収入源が突然なくなるとすぐに生活が苦しくなってしまう人が多いそのため一部の企業ではお金を払えないお金を使ってしまったこれらの社員に銀行から借金するよう勧めていると噂されている 例えば厚生省の急行銀行ではお金を返せない従業員のために還付金ローンを開始したここ数年中国では苦しい生活をする用意が必要と語られてきた今年の下半期にはこの苦しい日々が本当に始まるようださてなぜ給料を減らしてお金を返すのかもちろんこんな質問をするとバカだと思われる方もいるかもしれないが経済や財政が深刻な問題を抱えているからだ 今年上半期中国の財政赤字は30%も急増し地方債は全国で3兆4000億元も急増した公式の報道によると31省市の一般公共予算の収支は上海だけが財政黒字で他の30省市は支出が収入を超えているという問題を抱えている 河南省四川省雲南省など最も圧力の多い省では支出超過額が基本的に2500億元以上に達しておりどうすればいいのか国債を発行したり増税したりするしかない赤字が増えるということは政府が借金に頼らなければならないことを意味するしかし借金は無制限にできるわけではない政府はお金を印刷することができるがそうすると次はハイパーインフレになり経済全体が崩壊してしまう ベネズエラはその一例だだからこそ李克強氏は昨年5月政府工作報告の中で「各級政府は本当に窮屈な生活をしなければならない私に嘘をついてくるな中央政府が率先して中央レベルの支出をマイナス成長にし緊急性のない支出厳格でない支出を50%以上削減するように取り計らうべきだ」と述べたもちろん本当に大変なのは一般の公務員や教師だけで 中央政府の省庁や委員会に所属する公務員党務関係の人々や退職した幹部は大変な思いをすることはない中国大陸の社会構造は公務員が社会階層や平均所得の上位に位置するようになっており上位がそうであれば下の一般的な状況はさらに悪くなる中国の国有企業中央の大企業に勤務している友人が昨年のボーナスが大幅に減り 今年も減り続けるとのことで非常に悩んでいるようだかつて中国で最も収入の高い企業はアリババファーウェイテンセントなどの企業だったが今年はもう大変になるだろうと思っている例えば聖果志向集団は返済ができず希少銀行から破産再編の申し立てを受けた志向集団は中共とアメリカのハイテク対抗戦における主力であり ハードウェア設計と半導体を担当し基本的に中国ハイテクの未来の希望だこの10年間志向集団は政府から巨額の資金援助を受けあらゆるところから企業や人材を買収してきた習近平の側近である龍閣は最近中国のハイテク開発特に半導体を担当することになった志向集団は龍閣の精鋭部隊だったが今では破産申請されている もちろん志向集団は当局から全面的な支援を受けると思うが中国のハイテクがボトルネックや障害にぶつかっていることは確かだアリババやテンセントのような企業はここ数年は稼ぐ道具であり資金調達の道具でもあり主にアメリカのハイテク資本を集めてきたしかし今の状況は非常に悪い DD 中心アプリが削除された後の深刻な後遺症は国際資本が恐れていることだ 中国企業の海外融資は今後ますます困難になることは間違いないだろう一方今年上半期中国の民間投資も深刻に縮小したもちろんそれは十分に理解できるがニラがりの大ブームの中で「東平」横たわって自分の身を守ることもできないかもしれないのにどうやって投資を拡大していくのか過去10年間中国の民間投資で最も注目されているのはバイドゥテンセントアリババなどのいわゆるハイテク企業で 彼らは自ら海外で資金を調達し大陸のいわゆる新産業に大規模に投資しているアリババの話になるともう一つ問題があるアリババは中国の電子商取引デジタル企業の代表だアリババの台頭は中国の中小の実店舗やビジネス企業の衰退と同期しているある中堅都市の最も賑やかなショッピングモールにはもともと200以上の店があったがこの3年間で120店が倒産し 80がが残ったとという資料を読んだことがあるそれは加速する電子商取引 EC のビジネスモデルに太刀打ちできないからだいわゆるハイテク企業の台頭は実はこのような社会的富の高用の効果が大きいつまり実店舗の売り上げや利益を自分たちの手に移したのであるだからこの急激な変化は社会に構造的失業という深刻な問題を引き起こしかねない お店の閉鎖で職を失った実店舗のオーナーがプログラムを作って EC マーケットをスタートできるだろうかそれはほとんど不可能だろうだからこそビジネスの切り替えスピードについて国が真剣に考えなければならない例えばアメリカでは20年前に成熟したバッテリー技術が開発されていたがなぜ今になってやっと電気自動車の普及が進んだのだろうか もう10年以上前になるがアメリカでゼネラル・エレクトリック社が試験的に生産した数千台の電気自動車 EV という名前だったと覚えているがたった1台しか販売されなかったというドキュメンタリーがあったドキュメンタリー番組のプロデューサーが探しに行ったところ車が売れなかったのではなく多くの消費者が面白いと思って買いたいのに買えない状況だったため 誰かが調べに行ったところ電動自動車が全部あるところに封じ込められていたことが分かったこのドキュメンタリーは長い間追跡したが結局誰がこの車を隠したのかという結論には至らなかったようだ結論から言うと石油会社と連邦政府が手を組んでやったことを示す手がかりが得られたブッシュ・ジュニアは純粋な電気自動車ではなくハイブリッド車を推進するという新しいエネルギー政策を掲げていた ドキュメンタリーでは全体の分析がうまくできていなかったが後で専門家に聞いてみたところ産業の急激な変化は社会的に深刻な影響を与えることが多いので政府は特に慎重に調整しなければならないとのことだったアメリカの石油自動車産業で働いている人は何人いるだろうガソリンスタンドの数を考えるだけでも大勢の人の雇用に影響が出ることがわかる この10年間に中国で起きた EC の台頭は中国の伝統的なビジネスモデルを事実上破壊したこの破壊は発展と言ってもいいだろうそれが良いのか悪いのかこれはまだ分析する必要があるが一つだけ確かなことは何千万人もの人々が生存のために依存していたモデルすなわち小さな商店が存続できなくなるそれによって構造的な問題が生じていたこれが中国の失業率の話だ かつて2つの起こらなければならないことを除いて中共が崩壊する準備は全てできていると言われた1つは負けた対外戦争もう1つは深刻な経済危機だ本格的な経済危機はすでに始まっているようだがこのように外部環境と内部要因が重なると経済問題の完璧な嵐になる可能性がある対外戦争も目前に迫っており負けるかどうかどの程度負けるかの問題だけだ 1990年代中共はアメリカを倒すための超限戦を提唱した今は超限戦対超限戦だからすでに戦争は始まっているといえるどんな結果になるのか見ていきたいは今